どうも、ぶがまりです。スニーカーを、ホッスル、ホッスルということでね、はい、本日はね、先月ぐらいからね、購入品があったんですけど、なんか、若干ね、バタバタしてたんでね、まあ、それで、最近買ったやつとか一気にまとめて、紹介します。はい。一足目がこちらです。ビーンということでね、はい。早速開けてみたいと思います。お、ドープ、お、ドープってことで、はい。ビーンってことで、はい、コルテッツですね、はい。で、コルテッツね、ほんと久々の発売だとは思います。それこそ僕が時々ね、撮影に行ってるというか、ちょっと協力してもらったりしてる、原宿のリミテッドエディションさん、コルテッツ売ってたりしたんだけど、白に赤のモデルとかはあるんだけど、ただね、白に黒のモデルってあんまなくて、あんまというか、まあ多分ずっと発売されてなかったんだと思うんですよ。欲しかったなと思ってて、まあ一応このミッドソールがね、この水色なのよ。ちょっと気になるけど、まあ別にね、いいかなと思って、これはこれで。白と黒だけが本当はね、良かったんだけど、まあ別にこれはこれで良くて、本当昔の話とかになっちゃうと、本当20年ぐらい前は、20年前の話だからね、まああれだけど、でも当時は8800円ぐらいだった気がした。20年ぐらい前は。今1万1000円になったけど、でもなんかコルテッツってこう、すごい女性に支持があって、で、それこそね、スニダンさんとか、だと、まあ、2、3000円ぐらいで、のっけぐらいで買えんのかな。うん。多分、そのものにもよるし、サイズにもよるけど、そんな感じです。はい。俺、ちょっと、コルテッツ行きました。最近これ、ナイキでも売り切れして買えなかったから、ちょっと某アプリで購入しました。はい。続きましては、こちらです。ビーン。早速、開けてみたいと思います。トープ。ってことで、ビーンってことでね、はい。これですよ。はい。ちょっと話題になったジョーダン1のミッドですね。ミッドかよっていうのもあったけど、でもまあこれだけなんか桜木花道が入ってたような感もあって、ちょっと買っておこうかなってやつですね。ここだけ違うのかな、このかかとの部分だけ。赤くなくて黒になってるけど、まあ多分わかんないでしょ。普通に入ってたら多分。知ってる人だけは気づくけど、多分一般の人は多分これジョーダン1だっていうイメージだから、多分わかんないし、いい感じの配色だったんで行きました。なんか、ぶっちゃけこれ、取っといてもちょっとプレリそうな風味なんじゃないかな。まあまあ、そういうことばっか考えちゃいけないんだけどね、本当はね。ちょっとなんかやっぱそういう風に見ちゃう自分が、かっこ悪い風味なんじゃない。最後はこちらです。はい。ビーンってことでね。箱見てわかる人もいるのかな。うん。ビーンってことで。ビーンってことでね、はい、ジョーダン1のね、この青にグレーのやつです。発売された時見た時、これ、ドジャースカラーみたいでかっこいいなと思って、野球のドジャースっぽいくてかっこいいなと思ってて、これはなんか、もうジョーダン1もちょっとお腹いっぱい感正直あるけど、やっぱりなんか買っちゃうっすね。発売されてからも全然プレらなかったんだけど、まあ、触れらなくてもいいかなと思って、欲しかったから、色が良かったからね、買いました。すごいいい感じの色です、これは。ちなみにこれ、スニーカーダンクさんで買ったやつですね。スニダンさんで。最近、やっぱりこう、買えないじゃないですか、スニーカーズとかでも。だからまあ、もう仕方なくって言ったらあれだけど、まあスニーカーズ買えないから、まあスニダンさんだったり、スニーカーアプリ見ても、3000円のっけぐらいかな、2000円のっけとかで買えちゃうから、まあそれはそれでいいのかなと思って、うん。これかっこいいこない？これ良くない？色。俺色結構いいなと思ってこの色。青だし、ここ。ちょっと、こうグレーもなんか良かったから。なんか、割とかっこいいと思って。ただ定価が確か結構、これ高かった。23000円とか24000円とかで、定価自体が結構するから、定価がもうちょいプレネみたいな値段になっちゃってるから。定価がちょっと上がっちゃったのが残念風味なんじゃないかな。ただ僕はこれ色がすごくかっこよかったんで行きました。はい。ということでね、本日はね、最近の購入品を紹介いたしました。以上です。どうー。